地獄少女キクリのお祭りライブ 98% の人が理解してないみたいだけど実は使われたいです。パチンコの要素にが世界進化をしたとして今度春菜がパチンコに出した価値観をお伝えするチャンネルです。はいどうも今度春菜でございます。はい、ちょっとね更新が遅くなってしまいました。私先日までね熊本にまたなんですけど、これにも言ってたんですけど、またサウナの旅に行ってまして、1週間ぐらい、まあ、今回はサウナにと合わせて、まあ、アスレチック行ったりだとかしてちょっと遊んでまして、ちょっとね遅くなってしまいました。はい、本当はね寝台の地獄少女キクリのお祭りライブ、これ結構ね寝台って言ってもちょっと時間経ってしまったのがちょっとね残念なんですけど申し訳ないです。はい、結構ね使える台なんですよ。はい、でしかもプロでもしっかりと理解した上で使える台だって思ってる人が少ないと思います。はい、ただ結構使える台です。なのでね今日はねそれをお伝えしていけたらと思います。はい、本当はもっと早くね紹介したかったんですけど、ちょっと遊んでまして申し訳ございません。はい、あ皆さんちょっと話はそれますが、これ読みましたか？ Die with zero、 ゼロで死ねと、帯がかっこいい。はい、これね僕ねもう共感しすぎてね涙が出てきましたね。まあ、どういう本かと言いますと、やっぱり人間が本当に感動できるってことは自分が体験とか経験したことなんですよね。はい、例えば好きなチームとかね応援してる選手がいます。そこが勝ったって本当に感動してるのは応援してる人たちじゃないんですよ、ぶっちゃけ。うん、そこでプレーしてる選手なんですよね。だからねパチンコね勝ってまあ勝てるようになってたらまあ嬉しいかもしれないですけど、それを決して目的にしないでほしいんですよね。はい、一度の人生なんですから、まあ、勝ったらそこでいろんな、まあ、自分がね経験とか自分自身の経験とか体験とかにぜひお金を使っていただきたいなと。はい、パチンコを勝つってことを人生の目的にしないでほしいって僕は思うんですよね。まあそんな感じでちょっと話はそれてしまいましたが、今回はですね地獄少女キクリのお祭りライブ、なぜ使えるかっていうのを、しっかりご説明していきたいと思います。はい、というわけでね地獄少女キクリのお祭りライブ、なぜ使える台なのかご説明していきたいと思います。はい、今日の目次でございます。3つございます。1、スペックを理解する。2、潜伏各変が狙える。3、技術介入が効くです。はい、まあ、本日のねメインディッシュは2のね潜伏各変が狙えるっていう部分なんですけど、この潜伏各変を狙えるっていうのをね理解するためには1のスペックを理解する必要があるので、1からしっかりご説明していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では早速いきます。まず1、スペックを理解する。今回の題なんですけど、ちょっとスペックがねややこしいです。はい、まあ順番に説明していきますね。まず通常確率が 69.9 分の1で当たります。はい、で2、当たりを引くと確率が 45.8 分の1になります。3、同時に転落抽選も行ってまして、約 124.1 分の1で転落確率を行ってます。はい、まああの漆黒みたいな感じですね。漆黒みたいなイメージでいいと思います。4、当たりを引いてサポ中の8回か16回以内に当たりを引いたら120回の電サポループに突入しますという感じでございます。で注意があります。注意1、当たりを引いて8回か16回のサポが抜けても潜伏各変状態の時がかなりあります。はい、注意2、通常時に当たりを引くと約 50% が電サポ16回になります。ただし潜伏時に当たりを引くと約 20% が電サポ16回になります。はい、なので 35% 下がるんですよ、潜伏確変状態の時に当たりを引くと。約ね、約です。はい、注意3、120回のラッシュを抜けたら潜伏してる可能性はございません。はい、もう潜伏っていうか確変状態だったら120回はでも続くので、潜伏状態になってくってことはないという感じでございます。はい、ちょっとややこしいですかね。ちょっと分からなかった方は、まあ、メーカーさんとかのね資料を見ていただいたりとか、ちょっと何回も動画を見ていただければいいかなと思います。はい、そんな感じで、まあ、これ理解していただいた上で2いきます。潜伏各変が狙える、本日のメインディッシュでございます。ほとんどの人が潜伏各変、これね大して美味しくないと思ってます。まあまあまあレベルの、まあ、プロの人でも美味しくないなと思ってます。はい、ただ結論僕は美味しいと思ってます。はい、僕は美味しいと思ってます。逆になんで美味しくないのって言いたいですね。はい、まあ、美味しくないって言ってる人はね、結論言いますね。通常時はやっぱりね
潜伏確認中に当てにおいていくと、まあ、冷遇措置として連鎖砲が減るんですよね。減る割合がね、割合が減ります。16回の割合が減ります。ただそれを考慮しても通常時ボーダーは 20.6、 潜伏時のボーダーは 16.0 です。なので 4.6 も差があるんですよ。しかもですよ、しかも潜伏状態の方がたくさん当たるから残保留、僕が動画の何回も説明している残保留、電差分抜けて残ってる保留、貯めることができるんですよね。 4.6 も差がつくし残保留も貯めやすくなります。それなのに美味しくないって言うんですか？僕は美味しいと思いますよ、少なくても。はい、っていうことでございます。と言うてもですよ、ちなみに、まあ、細かい計算式、僕はまあね、まあ動画なり何回も言ってますけど、数字に強いパチプロじゃありません。数字苦手です。はい。ただね、まあ僕が助けを求めたフォロワーさんがいまして、その人が算出してくれました。一応ね、その算出してくれた、なぜこういう通常時ボタンが 20.6、潜伏時ボタンが 16.0 に なぜなるかという算出方法貼っておきます。ただ僕これ見ても6割、7割ぐらいしか理解してません。はい。なので、ちょっと質問いただいてもなぜですかと言われても答えられないかもしれませんけど、本当になぜそうなんだって突っ込みたい人はぜひこちらを参考にしていただけたらと思います。はい。で、一応そのフォロワーさんから言われているのは 100% 正解ではないですよと、あくまでも自己責任でお願いしますよというのは言ってましたので、はい、そこはもうあらかじめご了承ください。はい。というわけでね、はい、潜伏確変状態実は美味しいと、ああ、ほとんどの人が美味しく、そこまで美味しくないんじゃないかと思ってるんですけど、実は美味しいと分かっていただいたところで、どうやって潜伏確変狙いをしていくのかというお話をしていきたいと思います。まず潜伏確変狙いをするために、まず1つ目、朝一ランプですね。はい。これ一番ベストです。朝一ランプを見つけて打つのがマジで一番ベストです。はい。で、朝一ランプなんですけど、まあ、他の藤井庄司さん、まあ、リングとかそうですね、言うてますけどね、と同様に右上の2番目が点灯していたら朝確、潜伏確変状態となります。はい。しかもこの朝一ランプが一番美味しい理由が、仮に転落抽選の方を引いてしまったと、そうしたらもう一瞬で消灯するんですよ、消えます。はい。だからもう消灯した時点でやめて OK です。だからすぐにもうね、一番わかるんですよ、あ、落ちたっていうのが瞬時に。ちなみに僕自身この台のキクン地獄少女お祭りライブ、朝がクランプ8回ぐらい見てます。はい。マジで拾えます、マジで拾える。しかもなんなら3台入ってるお店で3台中2台朝がク状態でした。めっちゃ拾えます。はい。よろしいでしょうか。はい。2つ目、8回転目または16回転目でやめていて、できるだけ浅い台を追いかけると。ね、この台ね、横にあるサッシとかにもね、潜伏確変があるってね、記載されてないことが結構多いんですよ。てか記載されてるところ見たことないですね。はい。なので多くの人がおそらく潜伏確変があるっていう知識もないし、まあ、まあまあ上手い人でも、潜伏確変に対して美味しくねえと思って捨てていく人が多いと思います。なので、ひたすら浅い台を打ちます。あの U タイムに、今流行ってる U タイムの逆だね、逆張り、浅い台をひたすら狙いに行くという感じです。はい。で、まあ、どこまで追いかければいいのっていうのが、これが一番ややこしい。これが一番ややこしいというか難しいんですよね。まあ、回転数によるんですけど、回転数でしっかり分かんないんですよ。朝角以外はいつ落ちたっていうのが。なので、回転数によるんですけど、大体、まあ、80回転から120回転ぐらいまで打って、まあ、もしかしたらまだ潜伏してるかもしれないですけど、やめたらいいかなと僕は思います。まあ、もちろん、ラッシュに入ってしまったらね、もうラッシュが取り切ったら潜伏確認してることは絶対ないので、すぐやめればいいんですけど、回転数による気で80回から120回までいったらやめる、やめて他のキクリの浅い台を打つ、もしくは、全然違う台を打ってキクリの浅い台がやめるまで待ってるっていう立ち回りがいいと思います。続きまして3つ目、大きな悪の3つ目ね、大きな悪の3つ目、技術介入が効く部門をご説明していきたいと思います。技術介入部門なんですけど、これも3つあります。何かというと、1つ目、カスタムによる最速立ち。2、サポ止め。3、ひねり打ちでございます。はい。カスタムはもう簡単です。はい。デモ画面で、前兆予告ありにしてください。で、前兆予告ありで、少しでも前兆予告の演出が来たらすぐに止めると。はい。結構弱い演出でもバンバン当たります。大当たり確率がね、はい。もう軽い台になるので。はい。そんな感じでできる限り前兆予告貯めていただければと思います。まあ、地中海ほどね、ちょっと、なんだろう。残保留残せないですね、2個ぐらい残せるの平均、まあ、ただ
まあまあ結構ね残せる台なので、はい、いかにもこれを最速察知するかっていう台だと思いますので、はい、やってみてください。はい、2、サポ止め。はい、サポ止めですがね、僕は、一番簡単で分かりやすいのは、まあ、これ2回セットなんですよ。2回セットなんですけど、閉まったら2個、閉まったら2個、閉まったら2個、もうこれをひたすら繰り返すだけ。あ、まあこれで僕は十分だと思います。で、だんだん慣れていったら、2個打って3個打って2個打って3個打ってがいいかなと思います。ただまあ2個2個でも十分で、3個は、まあ、さらに慣れていったら、ね、ひねりを加えてっていうのがまあいいかもしれないですけど、まあ、僕個人としては、2個打ちで、やっていけばいいかなと思います。はい、だいたいね120回転の電鎖棒で30個から40個ぐらい増えるかなっていう感じです。はい、あのね、上にあるおまけのフロック、おまけ小球口が2個返しなので、まあ、下のね、ベロっていうんですか、電柱っていうかベロに落ちないように打って、フロックに球を入れれば入れるほど球が増えていくと、はい、そういう仕様になっています。3、ひねり打ち。ひねり打ちなんですけど、これ筐体ちょっと変わってるんですよね。プラスチックがあるんですけど、プラスチックは結構角度があるんですよ。角度がある。で、結構ね、弱く打っちゃうと左に、へそに配置、左、へそ方向に行っちゃいます。はい、なんで、ほんのちょっと弱くするぐらいのイメージでいいかなと思います。僕の場合はですけど、まあこの台、10カウントなんですけど、まあ9弱くで、10、11、12ってもう強くで、そのままでいいと思います。こぼれるのが1個ぐらいなんで、時間効率か考えて、9弱くの10、11、12からをもう強く打つというイメージでやっていただければいいと思います。はい。大体、成功率は 25% ぐらい。この台、まとめに入りますけど、ほとんどの人が気づいてないですけど、実は旋風角片が狙えるっていうのもあるし、球も増やせる。しかも、ひねりもまあ 25% ぐらいは使えると。はい、いう感じで、結構使える台であるよという感じでございます。はい、という感じでね、ぜひご感想などあればね、コメントいただければと思います。はい、ご質問もあればコメントいただければと思います。細かい計算式の質問が来ても僕は多分分かりません。はい、申し訳ございません。はい、はい、そんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。